今日はですね、久しぶりに車中泊、明日朝松目ちょっと釣りをしようと思ってるんで、田子浦港到着です。3時まで仮眠したいと思います。観光農園の遭難の動画が始まるよ。おはようございます、ということで、起きました。3時です、釣りの部、始めていきたいと思います。スカッカー投げてます。ジャッカルの 30g にローテーションします。なかなか釣れないので、ちょっとどういう状況か見に行くのも兼ねて一番端まで行ってみたいと思います。一番端まで来ました。おすげえとこ発見した。
映える景色でコーヒーチェーンしたいと思います。